はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第143回でございます。で、今回テーマがモチベーションの保ち方です。で、サブテーマがイベントの感想と、スーさんやりますかっていう質問がめっちゃいただいてるんでね、それに答えようと思います。じゃあまず本題からいきましょうかね。で、イベントっていうのは、先週の土曜日かなに参加してきたやつですね、イベントなんですけど、ちょっといろんな YouTuber さんにね、お会いすることができたので、まあそんな話もできたらと思っておるんですが、まずはモチベーションの保ち方からいきます。で、前回テスト勉強について話しました。聞いてくださった方ありがとうございました。で、コメント欄、今回すごいたくさんコメントいただいてて、ちょっと返信はできてないんですけど、全部読ませていただきまして、たくさんの方から、あと1週2週早くやってくれと言われまして、本当にごめんなさい。すいませんでした。ちょっと遅くなっちゃったんでね、今回ね。なので、まあ、次回以降に行かせてもらえたら嬉しいんですが、それ、まあ、テストがね、ほとんどの方が終わって、まだ終わってない方もいるかもしれないですけど、まあ、終わってまずね、お疲れ様でした。で、こうテストが終わった後って、まあ、テスト返却されるじゃないですか。で、よっしゃ、次回は頑張ろうって結構思うことってあると思うんだよね。でも、一週間ぐらい経つとさ、まあ、まだテストまであるし、みたいな。時間あるから、まあ、まったり行こうかなって気づいたら勉強しなくなってるみたいな経験って結構あると思うんですよ。自分もありましたけど、やっぱり。で、まあ、普段からね、モチベーションって気持ちだね。そのやる気とかの面のことですけど、やる気が続かないとかさ、テストの終わった後、すごいやる気あったのに、なんかダメなんですよね。どんどんなんか、モチベーション下がっちゃって、みたいな。そういう相談もいただくんでね、まあそこの、まあ、話ができたらなと思って、今回ね、このテーマにしたんだけど、基本的にね、そのテストのすぐ後にしても、普段のモチベーションもそうですけど、一番手っ取り早くやる気を出すのは、やっぱり目標設定。だと思ってます。個人的には。勉強でもスポーツでも、まあ芸術でもそうですけど、目標がはっきりしている方ってやっぱり強いです。モチベーションが高い。これは社会に出て仕事されている方も同じです。具体的な目標がある方っていうのはやっぱり強いですね。力強く前に進んでいく。で、その、まあ目標をまず持つっていうことが大事なんですけど、で、みんなで、それをね、なんだろう、みんなの立場で置き換えるんだったら、まあ、受験合格、まあ、志望校合格でも構わないし、次のテストで何位以内、何点以上を取るでも構わないとは思います。はい。で、思うんですけど、まずそれを設定するじゃないですか。で、それをまず設定するのって難しくないはずなんです。それができないっていうのは、それは自分にとってはちょっと言い訳だと思ってしまうので。もちろん志望校が見つからないっていうのは、これからね、いろんな高校見学行ったりとかっていう時間がかかるかもしれないですけど、テストにおいて、次何点取りたいとか何位以内取りたいっていうのを決めるかどうかは自分次第だと思うので、まあ、そこはちょっとしてほしいんだけど。で、そこで大事なのが、例えばテスト終わったばっかり、まあ、今5月の下旬ぐらいになりますけど、その、まあ、6月、どうだろう、2期生3期生でちょっと変わってくるのかな。6月の下旬ぐらいかな、テストが。多分ね、2期生だと夏休み明けになると思うんだよね。テストっていうのが。2学期制だと。まあ、違ったらごめんね。時間があるんだよ、まだ。割りかし。で、そうすると、じゃあ、1ヶ月後に、こうなってたいっていう目標を、じゃあ今日何頑張ろうって思うとまったりするよね。だって1ヶ月あるもん。これ、仕事もそう。そう。やっぱりね、まったりしてしまうの。時間があるっていうのは、ゆとりができてしまうので、心に余裕ができてしまうからね。で、それが油断につながるっていう。大事なんだよ。その心に余裕を持つことはすごく大事なんだけど、それが油断になっては意味がないので。で、じゃあどうするかって言ったら、やっぱり細かく目標から遡るというか逆算するってよく言うんですけど、をやっていく。で、これは以前、ダラダラジオで目標設定かなんかの時に話もしたことがあるんですけど、じゃあ、1ヶ月後のテストで、じゃあどうしようかな、400点にしようか。じゃあ、切りがよく400点を取りたいと。で、そしたら、今回のテストと見比べた時に、何の科目で何点足りないのかっていうのをまず考えます。もしできるんだったら。ね。例えば数学で20点あげなきゃいけないなとか、英語10点あげなきゃなとかいろいろあるじゃないですか。じゃあ、その数学でその点数をプラス取るために、じゃあどういう勉強をしていかなきゃいけないのかなっていうことを考える。で、前回のダラダラジオで話したように、基本的にはテスト2週間前にワークは終わらせます。基本的にはね、終わらせておく。その、習ってる範囲のものは。で、その間違ったところのチェックとか、
再び何回も繰り返し学習ができるようなワークの解き方をするとかいろいろありますけど、まあ、そういったことをやっていくじゃないですか。で、それをやるために、それまで今2週間前でしょ？ 2 週間前までにワークを終わらせだったら、じゃあ、今週じゃない、これみんな聞いてくれてるのが日曜だから、じゃあ、今週の土曜まで、次の土曜ね、次の土曜日までに、何をどこまで終わらせなきゃ間に合わないなっていうのを考えていくといい。だから単純にテスト範囲次40ページ分かなって予想立てた場合は、4週間あるんだったら、1週間10ページでしょ？ 10×4 で40ページやから。もちろんそんな単純計算じゃなくても構わないけど、じゃあひとまず今週このページまで終わらせなきゃな。じゃあ今週ここまで終わらせるためには、今日これしなきゃまずいよな。っていうのを逆算することが大事です。1ヶ月後にこうなってたい。じゃあ今週1週間後にこうなってたい。じゃあ1週間後こうなってるために今日何しなきゃいけないのかなみたいな。だんだん近いところに持っていくんです。やることっていうの。っていうのができるようになるとだいぶ違う。そう。今日やるべきことがはっきりするっていうのは人にとって強いんだよね。何やったらいいかわかんねえよっていうのが一番辛いので。そう。だから今日やるべきことをはっきり決めてあげる。で、それを自分でしなきゃいけないから辛くなるんだけど、で、それを、例えば、もうちょっとね、考えてみたけど難しいってなったら、学校の先生や塾の先生、まあ学校の先生ね、なかなか相談乗ってもらえないですけど、いつも言うように。まあ先生忙しいんだよね。塾の先生とか使ってもらって、うまくね、相談してみたらいいなと思うんですが。で、あともう一個、大事なことはですね、まあこれちょっとモチベーションの保ち方に、まあね、直接つながるところではあるんですけど、自分が、こうなってる。っていういいイメージを持つことすごく大事です。例えばこれ保護者の方でたまに相談いただくんですけど、自分のお子さん、まあ、息子さん娘さんがですね、まあ、そういう状態だと、例えばテスト終わった時うまくいかなかったもうみたいになった時に、でもさ今回ね丸々に負けて超悔しかったんだよ、俺ちょっと次頑張るから見ててってうちの息子言うんですみたいな。でも1週間経ったらまたゲームばっかりしてスマホいじってばっかりみたいな、 LINE ばっかりみたいな、とどうしたらいいですかってよく聞かれたりとか、あとはですね、まあ、これ塾講師の時によくあったんですけど、飴とムチっていう言葉がありますよね。聞いたことあるかな、飴とムチ。これは、まあ、厳しさと優しさ両方ね、うまく使っていこうねみたいな感じのことなんですけど、で自分飴とムチのことよくムチと飴ってわざと保護者の方とかに話をすることがあるのね。でこれ何かっていうと、飴を先にあげちゃダメですよっていう。そうで、よく飴をあげるからじゃあムチ入れてもいいよねっていうスタンスの保護者の方もいらっしゃいます。で、それが正しい正しくないは分からないです、答えは。ただ自分、私にとっては正しくないと思ってるので、それは。これ、なんだろう、不快な思いされたら本当申し訳ないんですけど、どういうことか。これは、飴ってのはご褒美です。無知ってのは厳しななんで、つまり辛さ、勉強するとかってそっちに持っていくんですけど、テストで、自分はね、無知と飴 のタイプなので、じゃあ何点以上取ったらご褒美でこれ買ってあげるよとか、いうのはありなんですよ。でも、たまに、これを先に買ってあげる方がいるんです。まあ、ゲームでもいいです。何でもいいですよ。まあ、ご褒美系を。買ってあげたんだから、ほら、頑張ってねっていう、スタンスの方もいらっしゃいます。で、これは、保護者の方もそうだし、その学生のみんな自身が自分にすることもあるの。例えば、休憩30分したから頑張ろうって、先に休憩して自分甘やかす方からいくの。で、これはやめた方がいいです、基本的に。相当、ハートが強くないと、飴とムチは成立しないよ。基本的には、ここまでやったらご褒美で休憩しよう。一曲聴こう。ゲーム一生クリアしようとか何でもいいですけど、それは。そう。やることやったらご褒美なんです。で、このスタンスの方がいいです。基本的には。多くの子に当てはまる。そして、俺もそっちに当てはまる。俺は飴とムチで自分を甘やかすとダメです。堕落します、俺は。そう。っていうのがよくわかってるので、やることやんなければ、まあ、ゲーム実況もやってる立場だしね、まあ、ゲームも好きなんで、そうご褒美あげないよっていうスタンスでよくやるんですけど、でちょっと話ずれましたね、まあ、それも言いたかったことなんだけど、あとそのいいイメージっていうところの話で戻すね。いいイメージっていうのは、例えばじゃあそのね、保護者の方がご褒美を設定してくれたとね、で30以内に入ったらじゃあゲームなんか買ってもらえるとなった時に、30以内に入ってそのゲームを、まあ、ゲームなんでね、買ってもらって、それですげえ楽しい日々を過ごしてる自分を想像してごらん。そこが大事なの。何かを頑張った後にいいことが起きてる、自分が笑ってる、楽しんでる、いいイメージをちゃんと持ってあげる。
で、そうなりたいなっていうのをしっかり想像するの。で、これはポジティブシンキングじゃないですけど、ちょっと、まあそのポジティブな面が必要な、そういう力が。で、学生の時っていうのはやっぱネガティブな子の方が多いです。これは男の子、女の子関係なしに。なぜならネガティブの方が楽だから。そう、考えるのが。持ってきやすいもん、想像はしやすいしね。でもそこは踏ん張る。どうせダメだよ。どうせやったってできない私。そんな30位以内取れるわけないじゃん。ご褒美買ってもらえないよって。ね、思う気持ちはわかるけど。でもそれをぐっとこらえて、いいイメージを持って向かうの。そこに向かいたい。そこをなりたいなって。そう。思ってやっていくこと。そういったことをやっていくと、モチベーションっていうのは保ちやすくなります。ただ、もしこれ保護者の方とか、よく自分で保護者の方とか、教育関係の方もね、このダラダラジオ聞いてくれる方結構多いので、もし、こうなんだろう、自分が今話したことをちょっとでも賛同していただけるなら、やっぱり保護者の方、特に保護者の方は、のサポート。これサポートっていうのは、すごい何かをしなきゃいけないっていうことではなくって、小さな一言で構わないんです。そうそう。ちょっと応援する気持ちとか。これたまに保護者の方が、冗談で、いやいや、あんたどうせ頑張っても上がんないんじゃないのみたいな。言っちゃうんですけど、結構冗談で言った一言が学生にとってはものすごいこう切りつけられることもあるんですよ。そう、気にしないようにしますよ。学生も隠すの上手なんで、子供たちも。もうね、本当に子供って言ってますけど、ね、それはその目は大人ですから。そう、なので、一言一言、ちょっとこう、応援する気持ちをうまく表現してあげて、それだけでも全然子供たちにとってはやっぱり背中を押してもらってる気持ちにもなりますし、それは反抗期の子であっても関係ないです。言われてもうっせえなって言うんですけど、でもうっせえなって言いながらやっぱり嬉しいので、どこかで安心はしますし、とは思いますね。なので今回まあね、伝えたかったことはまずイメージをすること。そのいいイメージだよ。自分がそれを頑張った先にこうなってるっていういいイメージを持つこと。そして目標をちゃんとはっきり決めてそこから逆算する。できればまあ今回定期テストの話でしてるので、まあ1ヶ月後2ヶ月後こうなってたり、テストでこうなってるためには、じゃあ今週こうなってなきゃいけないな。ここまで終わらせなきゃいけないな。じゃあ今日はこれしなきゃ間に合わないよな。っていう風に考えてもらえると、ちょっと変わるかなと思います。で、あとは、そのテスト後ね、テスト後にやる気がどんどん落ちてしまう子は、一番大事なのは、毎日、すげえ短い時間でも構わないので、ちゃんと勉強することです。そう。これまあ前も話しましたけど、じゃあ、一週間で7時間やるとするじゃないですか、勉強を。一週間で7時間ね。で、それを1日7時間で6日ゼロにする子よりも、1日1時間で毎日やってる子の方が絶対伸びるから。そう。それは1時間じゃなくても10分、15分でも構わないです。1日15分だけでも、毎日やるっていう習慣になった子は強いよ。それはモチベーションが保ちやすい、すごく。そう。最初辛いよ。めんどくせえな、辛いな、寝たいな、テレビ見たいな、って、いろいろあるけど。毎日15分でも構わない。続けるっていうことはすごく大事なので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。で、長くなりましたが、じゃあイベントの感想さらっといきましょうか。ですね、先週の土曜日にですね、初めて六本木ヒルズに行ってきまして、YouTube スペースの東京ですね、東京の YouTube の撮影ができるところがあるんですが、多分 YouTuber でいろんな好きな方がいらっしゃる方はね、見たことあると思うんですけど、画像とか動画で。そこで登録者10万人以上の YouTuber の方が一応参加資格があるなんかイベントがあって、まあ呼んでもらったんでね、初めて行ってきたんですが、自分すげえ人見知りなんで、まあ全然だほとんど誰ともね、何人かお話しさせてもらいましたけど、でも有名な方とか全然そこまで話すこともなく終わったんだけど、まあ刺激だけもらって帰ってきた感じだね。ただまあ本当有名なとこだと、例えばトミックさんとか、水溜りボンドさんとか、あと歌で好きな方だったら小バソロさんとか、あとデカキンさんとか、他にも本当いるんだよ。すげえ、もっといるんですけど、多分自分のこのダラダラジオを聞いてくださってる方であれば、まあ、その辺がヒットしやすいかな。まあいろんな方がいらっしゃってて、個人的には違うね、自分好きな方もいらっしゃったんですけど、そう、まあそういう方が集まっているイベントに行ってきました。で、まあ、今回ね、それをメインで話すね、ダラダラジオではないので、まあ行ってきたよっていうのと刺激もらってきたよぐらいで終わるんですけど、まあこういう方がいたよっていう、そう。まあでも、サクッと言えば、いい感情だけではないんです、実は。ちょっとこう、もやもやすることもいろいろあったんだけど、でも、やっぱりこう頑張ろうっていうか、やっぱやってやろうかなっていうのはすごく思いましたね、すごく。教育っていう分野で今やってるので、まあなかなか YouTuber でね、教育っていうのはなかなかいないんですけど、でも、まあ学校教育、っていう分野でも、まあここまでできんだぞっていうのと、ね、
まあ、こういうふうにやっていったらこういうふうになるんだよっていうのは、まあ、見せていきたいなっていうのは改めて思いましたので、まあ、今後も頑張っていこうと、ね、改めて思いました。で、最後に数三やりますかっていう質問をたくさんいただいてます。今数英を撮っていて3章目に撮影は入りました。この時の動画アップまだ入っちまってないかもしれないんですけど、で、この章で数英は終わりです。で、数英をやってる間は多分数三の撮り始めはしないです。で、数英終わった後なんですが、一応数三をやろうかなとは思ってます。で、ただ一応という表現をするのはですね、小学生の、撮り直しと、まあ、科目をちょっと増やしたいなという思いもあったりとか、で、中学生向けの受験対策の動画の準備したいなとか、ちょっといろいろ考えてはいるので、まだ数三絶対やりますよ。っていうのは言えないんです。そう、申し訳ないんですが、まあ、これがちょっと、まあ、計画を立てつつ、時間との相談にもなってしまうので、まあ、計画を立てて、まあ、はっきりね、スーザン始めますって決まったら、またツイッターの方とか、まあ、ダラダラジオでも話そうとは思うんですが、まあ、そんな感じで、ご容赦いただけたらと思います。では、最後に今ツイッターね、いつも書いてますけど、今ツイッターのね、フォロワー数増やそうキャンペーンを勝手にしているので、もしよかったら、まあ、アットマーク、ハイチ、アンダーバー、トワルというね、アカウントっていうか、アカウントアドレス違うね。なんですけど、ひらがなで、ハイチと3文字検索してもらえれば多分一番にヒットしてきますので、もしよかったら、まあ、確認の方と、よかったらね、フォローの方もしていただけたらと思います。では、2週連続ね、15分超えるという長丁場になってしまいましたが、ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。で、次回はですね、あとはまだ決めてないんですけど、一応ね、これ喋ろうかなってのあるんですが、また変わるかもしれないので、また次回なんかね喋りますんで、もしよかったらそちらの方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。